日本の政府高官によりますと、今回の米朝首脳会談で、トランプ大統領が日本人の拉致問題について取り上げたということです。安倍総理大臣はこの後、トランプ大統領と電話会談を行って、金正恩委員長との会談の内容について、直接報告を受けることにしています。